皆さんこんにちは、トミックです。ちょっと前に出たネットの記事があるんですけど、まあ、それについての、お話をしたいと思います。というのも、まあ、別にこれ動画に出す必要性はなかったんですよ。ただ、ご心配、ご迷惑かけさせないために動画をですね撮らさせていただいております。で、今回のね、この記事っていうものが最近ヤフーニュースとかで出てたらしいんですけど、絶対にあーって言うかもしれないですけど、見てください。じゃーん、ほら、生きたロブスターを茹でないで苦痛感じる法改正へ、みたいなこの記事なんですよ。で、超要約すると、甲殻類、イカとか、タコとか、あれは知覚がある、つまり痛みがある、だから苦痛を与えないで、みたいな、生きたまま茹でないでとか、生きたまま切らないでみたいな、そんな感じの、ま、記事なんですよ。その記事が出て、結構こう勘違いされている方がちょこちょこいるらしくて、その、ま、勘違いっていうのは、ま、その生きたまま、ま、調理するのが、ま、違法になるっていう、それをなんかこう、その記事見て、あ、生きたままやるのが違法になるぞみたいな、つまりトミック法律違反をするぞみたいなコメントがこうちょこちょこ来てるのを別のこうところから知って、そんなのなってんのっていう感じで思ったわけですよ。で、まあ本当にこれ別に動画に撮る必要はないじゃないですか、言うて。前科者になるとか逮捕される、その数年前でも一回やったんですよ。生きたままそのエビとかを茹でたり切ったりするのが、法律違反だよみたいな、記事がどっかで出た時に、オートミック逮捕されるぞみたいな、あちらの国の話でしょっていう話で別にスルーしてたんですよ、その時は。まあ、間違ったそういう情報って結構ね、なんかすんごいことになるんですよ、なんかそういう情報って。記事の内容自体はもう外国の内容じゃないですか。そもそもなんでその記事が日本でこう出てるのかわかんないですよ。日本って和食の文化じゃないですか。車エビとか伊勢エビとかを、まあ、生きたまま調理するんですよ、結構。で、そういうので、ちょっと面白半分で起きたのかなっていうふうに思ってて、その法律が日本でも適用されたら和食のお店とかも潰れちゃうし、日本の伝統的な文化なんですよ。例えばそういう踊り食い。踊り食いはまあ、あんまりない例だけど、基本的にエビとかって、結構生きたまま調理すること多いんですよね、日本の料理って。なんでそういうこともあるし、そもそもなんか結構その甲殻類を苦しめないでみたいな感じで言ってる人たちって、ちょっと前々から思ってたんですけど、豚とか牛とか鳥ってどうやってスーパーのあの精肉売り場に並んでるかっていうのをご存知ではないのかなっていうふうに思ったりするわけですよ。あれ結構締め方えぐくて、まあ、締め方えぐい、多分あれが普通なんですけど、両手両足を吊るされるんですよ。こんな感じで歯がこう長い包丁でここから喉元までガガガガガってこう包丁入れるんですよ。そこでこう血をババババって出して血抜きをするみたいな感じなんですけど、それもう生きてる、なんか麻酔とかじゃなくてもうガチで生きてる状態そのままこうやって裂かれちゃうんですよっていうレベルで結構えぐくて、まあコメント欄とかでやっぱよくね、こう面白半分でいつか人間に手出しそうみたいなあるじゃないですか、俺のコメント欄であるんですよ。ただ哺乳類系って締めるところ実は見れないっていう、そういうことをやってる人がいるからにお肉が食べられるってことは重々分かっているんだけど、うわー自分ではできねえなーと思いつつ、だすごいなっていう、そういうことができる人たちがっていう風に見てるんですよ。鳥はやれって言われたら、まあ、ギリ、いけるかな、鳥も厳しいかなっていうぐらいで。魚介は結構簡単なんですよ。はい、こう、バーン、チュッチュッってやったらできるんで、簡単なんですけど、鳥、豚、牛って難しそうで、俺できないです。はい。話は脱線したんですけど、むしろ、そのね、牛とか豚とか鳥とかの方がこう苦痛与えてると思うし、そういうところはどうなのかっていうのと、あと、まあ、日本に限らずだけど、まあ、日本もそうなんですけど、めっちゃ食品ロス多いじゃないですか。捨てたりとか、やばくないですか食品ロス。そっちの方を俺は解決した方がいいんじゃん。だってせっかく締めて解体して肉 で売り出されてるのに、結局破棄されるとかザラじゃないですか。なんかいろいろ問題はあるのに、なぜ甲殻類みたいな、甲殻類とかその魚介なんだろうとは思ったりはしたんですよね。こういうことをね、早めに言っておかないと、イギリスの方で甲殻類知覚ありました、痛みありましたみたいな記事が出たら、おトミックやばいじゃんって なるんですよ。ってなると、トミック逮捕されるぞっていう情報になって、トミック逮捕されたみたいな情報になるんですよ。
最終的になんか知らんけど俺逮捕されましたみたいな感じのなんかわけわかんないなんか情報になってるわけで、俺の知らないところでね、っていう感じで、ちょっとね早めに早めにこう釘をボンと刺しましたと。まあ、今回動画出させていただきました。知らないうちになんか俺犯罪者になってるんで、だし俺はロブスターも伊勢エビもサワガニもやります。今後もやります。美味しく美しくそして華麗に調理したいと思います。皆さん楽しみに待っててください。こういう動画出してね、甲殻類やらなくなったら、おいトミックひよったかみたいな多分言う方いると思うんで、出します。この動画の次の動画ぐらいに甲殻類出します。こういうねこの記事について皆さん、どう思いますか。よかったらコメントくださいということで、最後まで見てくれてありがとうございました。このビデオになと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ポチッとイエーイ。